総川ダムは、北海道日高郡新日高町、二級河川、静内川本流上流部に建設されたダムである。北海道電力が管理する、発電用ダムで、高さ30.5メートルの重力式、コンクリートダム。静内川をはじめに、カップ川、猿川、無川といった日高管内を流れる四河川を利用する、大規模電源開発計画。 日高電源一貫開発計画の一環として建設された。直上流にある静内発電所から放流された水が下流域へ影響を及ぼさないようにダムで貯水し、調節する逆調整地の役割を果たし、合わせて草川発電所による水力発電を行う。ダムによって形成された人造庫は草川調整地と呼ばれている。詳細は、 高健ダム地理の項目を参照しずない側は、日高山脈、ペテガリ岳付近を水源として険しい山岳地帯を、おおむね西南西方面へ流下し、新日高町中心部を貫流した後太平洋に、注ぐ、流路延長 69.9km、流域面積683.4平方 km の二級河川である。語源は、アイヌ語で、大祖母の沢を意味する。 死チナ内とされている。1950年までは染めたい川と呼ばれていた。静内川本流には3つのダムが建設されているが、総川ダムはその最下流に位置し上流には静内ダムと高圏ダムがある。ダムは静内川と支流である春別川の合流天直上流に建設された。この2つの川が合流する場所であることから当地点は、 草川と命名されており、ダム名も地名である草川を取った。なお、完成当時新日高町は、静内郡静内町という町名であったが、平成の大合併で東隣にある三井郡三井町と、配置文号という形で合併し、現在の町名になっている。1951年、電気事業再編成令に伴い誕生した北海道電力は、 北海道総合開発計画による北海道経済の発展と自社経営基盤を強化するために自前での電源開発計画を検討。その結果、急峻な地形と豊富な水量を持つ日高地方の河川群に着目、1952年より日高電源一貫開発計画の構想を練り、1956年より猿川の岩地市ダム、岩地市発電所着工によって、 計画をスタートさせた。この計画の根幹は、無川、猿川、ニーカップ川、そして静内川の4河川に、さま様々なダムと水力発電所を建設し、それを相互に結ぶ導水トンネルによって、河水を余すことなく利用し、効率的な発電を行うことで67万キロワットの電力を北海道1円に供給するというものである。静内川の開発については、 他の三河川に比べるとやや遅れて、開発に着手され、他の三河川及び、支流の春別川より導水した水と、静内川本流の水を利用して、発電を行う静内ダムが1959年により建設され、1966年に静内発電所と共に完成した。静内発電所は、最大で4万6千キロワットを発電させる計画であったが、当時は、 同水元であるニーカップ川の流量が安定して、おらず十分な水量を発電所に供給できないことから、半分に当たる2万3 5 0 0ットを暫定的に運転開始させることにした。1974年に、日高電源一貫開発計画の中核事業である、ニーカップダム、ニーカップ発電所が完成し、早貯水容量が1億立方メートルを超える、 大人造庫が誕生したことにより、ニーカップ川の流量が安定した。このため、ニーカップ川を取水元の一つとしている、静内発電所では、発電機増設よる出力増加のめどが立ち、当初計画である4万6 0 0 0ットに増強させるための静内発電所増設事業に着手することとなった。しかし、発電所を増設した場合従来に比べて、発電に伴う、 水の使用量が増加する。使用した水は下流に放流されるが、発電に伴い急激に放流量が増大すると、下流の河川環境や橋梁などの建造物に悪影響を及ぼし、場合によっては人海への影響が懸念される。このため発電所から放流された水を一旦貯水して、水量を調整、一定量を放流するダムを建設することで増水に伴う下流域への影響を、 最小限に抑え、発電所の機能を十分に発揮させる逆調整地の建設が検討された。こうして計画されたのが、草川ダムであり、1976年より着手された。計画発足当時は、人石未踏の地で、測量などの調査にも難重していた静内川、流域であったが、草川ダム建設当時にもなると、北海道道111号静内中札内線が、 川沿いに整備され、ダム建設のための調査や工事用資材の運搬に関しては大きな支障がなかった。しかしダムを建設するにあたっては、二つの解決すべき問題があった。河原に堆積した土砂とダム建設地点左岸の高さ100メートル近くに及ぶ断崖絶壁である。ダム建設地点は、ちょうど静内川が山地から平地へ流出する。 出口付近に計画された。この付近は、洗浄地とまではいかないが、静内川が運搬した日高山脈の土砂が厚く堆積する地質であった。堆積した土砂が、主成分の地質は脆く、そのままダムを建設すると堆積層からの漏水や、莫大な貯水池の水圧によって、ダムが決壊する、危険性が高まるため、 この堆積層を完全に除去して、堅固な基礎岩盤を露出させなければならなかった。掘削する堆積層の量はおよそ25万、立方メートルにも及んだがこれに加えて、ダム砂岩の断崖絶壁への対策も必要となった。この断崖は、有志雷和で形成されており、崩落が著しく、断崖下には崩落した岩塊が、全掘削量の半分以上に当たる15万、 立方メートルにも達しており迅速に事業を遂行させるには速やかな土砂の掘削除去が不可欠であった。しかし掘削除去した後の土砂をどのように処理するかが課題であり、それが解決しない限りは多いそれと工事を進めるわけにもいかなかった。この解決策として浮上したのが昆布養殖と砂利への転用である。昆布を養殖する際には、 岩石などに植え付けて養殖させる方法があるが、有志雷和は昆布の根付きが良好であるため地元の静内漁業共同組合は、草川付近で昭和30年代に有志雷和を採集していた。ところが営林所がこれを禁止し、その当時は伊達市より購入していた。この情報を静内町役場から入手した北海道電力は静内漁業共同組合に、 ダム岩盤掘作で出る有白岩の無償譲渡を持ちかけたところ購入費と運搬費がかさんでいた漁協側は即座に了承し大きな岩海について昆布養殖用に引き取った一方細かな岩石については静内町役場がちょうど建設の砂利として利用したいと申し出がありダム近くの町有林を提供して土砂置き場としたこうして本来産業廃棄物として処理されるはずの 掘削土砂は有効活用され、堆積土砂の問題は解決した。ダムと環境を論じる上では一つの成功例でもある。残る砂岩の断崖については、堆積土砂の問題は解決したが、崩落してくる岩石から作業員を守る、労働災害対策が未解決であった。このため施行者の北海道電力は、工事を受け負った、前田建設工業と相談の上、 断崖をそっくり覆う防護ネットを張り巡らし、落石による災害に備えた。こうした対策と、厳重な安全査察などもあって、死亡事故を含む労働災害は発生しなかった。ダム本体工事については1978年8月の洪水でコンクリート打設中のダム本体が水没するというアクシデントがあったものの順調に推移し、1978年1月の本体、 発電所着工から1979年9月まで、わずか1年9ヶ月という異例の速さで、ダム、発電所は完成した。静内ダム、総川ダムの完成によって付設する、静内発電所の出力が増強された。総川ダム直下湾には、ダム式発電所である総川発電所が建設された。出力は6 0 0 0ットと日高電源一貫開発計画における。 水力発電所の中では規模が小さい。これはダムが逆調整地であることから放流量が概ね一定であり、水量の変化が少ないこと、またダム自体が30.5メートルと小規模で有効落差が低いことが挙げられる。発電所の特徴としては、東芝製の中ブラ水車を採用している。この水車は、 横軸稼働翼水車とも呼ばれるが、総川ダムは低落差の水力発電所であるためこれに適した水車として採用された。また静内川本流の水量が豊富であることから大規模なものが使用されている。なお、中ブラ水車の導入は本計画はもとより北海道電力でも初めてのことであった。一方、総川ダムの完成によって上流にある静内発電所は 増設に伴う放流量増加も問題がなくなり、ダム完成直前の1979年7月に発電所の2号機が運転を開始、出力にして2 2 5 0 0ットが増強されて、計画通り4万6 0 0 0ットの出力へと増強された。さらに静内ダムの上流にはニーカップダムと並ぶ本計画の中核事業であり、かつ治水も 目的とした北海道による静内川総合開発事業である高圏ダム、高圏発電所が1974年より建設されて1983年に完成している。これにより静内川水系は本計画において重要な役割を占めるようになった。現在ソーカーダムは高圏、静内ダムに加え支流の東の沢ダム、春別ダムと共に統合管理されている。 草川ダム周辺は人家もなく、下流にはサラブレッドの牧場が広がり静かな雰囲気となっている。毎年夏には森と湖に親しむ循環事業の一環として、新日高町の小中学生が草川ダムと直上流の静なダム及び両発電所を社会科見学として訪れる。ただし通常はダム、発電所とも立ち入り禁止となっており、ダムを 正面から望むには、対岸遠方の道道111号より望むほかない。総川ダムへは、静内、高健ダムと同様に、国道235号、もしくは JR 日高本線、静内駅から、車あるいはタクシーで、北海道道71号、平取西内線経由で、北海道道111号静内中札内線、入り、直進すると到着する。 道道111号は、静内ダムまでは行くことができるが、それ以外は、通行止めとなっている。またソーカーダム手前より春別川沿いの道を、北上すると春別ダムへも行けるが、この林道は極めて悪路であり、普通乗用車で走るのは困難である。ありがとうございます。